はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、でけてけです。はい、ということで、明日はメンテ日ということで、本日ロビーに上がっている更新情報と、今日最終日のガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか、一緒に見ていきましょう。はい、まずは本日 MR 阿部の生命が、ガチャ最終日になりますが、待望の知力値ベース防御虫連撃キャラクターということで、まあ今一番強いとされているアーグスに刺さる動きができる MR キャラクターになりますが、まあ知力値ベース防御虫攻撃だけでなく、攻撃力ベース防御虫攻撃もできるところも優秀だし、スキル1では自身の HP が50%より低くなった段階から、攻撃時に 100% のHP 吸収が付加されるというような、しっかり効果力を支えるような補助機能もついていて、まあ、かなり攻めに特化したキャラクターになってますね。で、一方でこのキャラクターのパッシブで得られる出陣時から自身に生後影光状態を付与するという機能についてはスキル1が効果力なせいで、そのスキル1の攻撃中に反射ダメージなんかで影光が壊れてしまうみたいなことがかなり起きがちで、このキャラクター HP がピンチな状態になれば HP 吸収ができるようになるので、まあ、影光に頼らなくてもスキル1に関しては反射耐性かなりあるんですね。はい、そういう意味で、まあ、影光に関してはできればスキル1を打った後に付与するぐらいが、まあ、タイミングとしては良かったかなってことで、まあ、生後影光っていう状態自体はめちゃくちゃ強力なものなんですが、タイミングだけが惜しかったなっていうような印象ですね。ということで、割と場に出てから退場するまでが早いキャラクターということで、まあ、効果力防止としては、まあ、効果力で相手陣営を削っていって華々しく散っていくっていう姿はまあありだと思うので、現環境ではアーグス対策キャラクターの一人として、まあ、追加投与ありかなっていうような位置づけにはいるんですが、まあこれからまだまだおそらく知力値ベース防御虫攻撃キャラクター出てくると思うので、減俸に余裕がなかったり課金量がそんなに多くない人は焦って取りに行くまでのキャラクターではないので、はい、このキャラクターがまた再販される時まで MR 環境の様子見で良いのかなというのが私の意見ですね。はい、それと今回前田利家ガチャ、はい、そして美少女学園ガチャも最終日になりますが、まあちょっと今上杉謙信と張光明っていうね、はい、超重要なキャラクター2体がガチャに並んでるので、おそらくまあ多くのプレイヤーがこの超高名か上杉謙信どっち取るかみたいなところで悩んでいて、まあ利家ちゃんや美少女学園まで回せるっていう人はそんなに多くないのかなっていうところで、まあ、スキル性能的にも今 MR 環境で特にこの利家だったり美少女学園に並んでるキャラクターで優先して取りに行った方がいいっていうようなキャラクターもいないので、まあ、ここら辺は重課金以上の人で奥義なんかも集めたいっていうような方向けの選択肢になってくるので、無課金未課金の人は見送りでいいと思います。はい、それとここめちゃくちゃ重要ですが、本日で少女の書斎に関しても最終日になりますので、はい、こちらもギリギリ次のランクに減俸額が足りない人なんかはもらえるアイテムの段階にもよりますが調整入れてもいいとこですね。はい、もう今回超高名ガチャや上杉謙信ガチャを回すっていう風に決めてる人は少女の書斎終わる前に残り4日間分の無料回数分だけガチャ回さないで残すような形であらかじめある程度こちらのガチャ回して書斎分の消費減俸を稼いでおくのもありかもしれませんね。はい、あと明日の朝10時まででこちらのスペシャル交換にある人狼クッキーを使った各種アイテムの交換期限になるので、まあ、特に複数サバ運用してる人は特に赤ポチなんかも出ない交換し忘れしやすい場所にあるイベントになってるので、はい、今一度残量確認した上で交換できるものがあるかチェックしてみてください。はい、同じく羅針盤ガチャの限定交換の部分も本日までになりますね。はい、美課金編で青岩石が奇跡的に当たるっていうことが起きましたが、美課金編は義経持ってるんですよね。はい、この羅針盤ガチャについては不定期ですがまたガチャとして並ぶみたいなので、ここら辺のアイテムに関しては焦って交換しなくても OK なので、まあ、例えば今青岩石1個しかないから覚醒弾と交換するかっていうよりは、まあ、また1個出るかもしれないので取っておいて次回の、こっちの虹のカプセルの方に期待するというような感じで倉庫に眠らせておくのがいいかなと思います。はい、ちなみに全然関係ない話ですが、当たってないのに青岩石がめっちゃ倉庫の中にあるっていう風にね勘違いした人もいるかもしれませんが、はい、こちら青岩石ではなくて聖騎石っていう噂派と交換するために必要だったアイテムになるので、見た目も名前もめちゃくちゃ似てるんで紛らわしいですが、この聖騎石と、はい、青岩石だったり青岩石の絆は別物になりますので、お間違いないよということで、もし最終日で混乱されてる方いたら落ち着いてくださいね。はい、ということでロビーの更新情報を見ていきましょう。まずは課金イベントということで、はい、お小石パック来ますね。ということはラッキー割引かスペシャル交換が来るっていうことですが、これまた後で上の方にイベント情報書いてあると思うので、はい、そこで一緒に見ていきましょう。はい、そして花の水引きの小束大束ということで、はい、もう MR キャラクターガンガン来ますね。まあ、その中でも今回 MR アバターガチャに使うことができる花の水引きが課金でゲットできるものとなってますが、はい、花の水引き
式の大束小束それぞれ 12,000円と 6,100円で 3,000 元宝と 1,500 元宝、はい、さらに MR アバターガチャで回せるガチャ券30連分と15連分がもらえるということで、はい、課金効率としては1円あたり 0.995 元宝が大束、 0.98 元宝が小束ということで、2つ比べると大束の方が若干課金効率が良く、累計チャージ含めて 1.50 元宝、はい、ということで、はい、この課金効率に関してはおそらく金曜日のメンテなんで、今回も来る一朝一夕というおみくじイベントにおける底引きである 40% を引いてしまったとしても1円あたり 1.06 そして 1.66 ということで、はい、一朝一夕イベントの方がお得になるので、まあ課金するのであれば一朝一夕を利用した普通の 5,000 元宝課金をして MR アバターガチャを回した方が、まあ、お得になる傾向があるのかなってことで、はい、まあ、ちょっと計算ミスしてるかもしれないので、購入の際は自己責任のもと再度ご自身で計算した上でご判断いただければと思うんですが、はい、基本的に一朝一夕イベントを利用した方が安く上がりがちというようなぐらいの課金効率となってます。はい、そしてハッピーギフト、はい、ハッピーギフトきますね。はい、ハッピーギフトに関しては安定供給されている課金イベントの中では月ギフトに次ぐ第2位の課金効率のイベントになってます。まあ、元宝だけを目当てに課金しても第2位ということなんですが、はい、その他に2時間高速戦闘券14枚分と新商交換券21枚分が入手できるので、はい、この百花美人ガチャの、はい、こちらの新商交換の交換に使うことができるアイテムを入手することができるので、こっちで SSR 副賞をゲットしたい場合はハッピーギフトで、もう一個よく来る幸運ギフトっていう方はこの高級ガチャ券ですねを入手できるので、はい、こちらで SSR 副賞をゲットしたい人は幸運ギフトというような違いになっているんですが、まあ、単純にアイテム抜きで元宝目当てだけで購入する場合にもハッピーギフトは安定供給している課金アイテムの中で第2位、幸運ギフトは第3位と、はい、いうような位置づけにあるので、月ギフ、ハッピーギフト、幸運ギフト、あと軍令と週刊基金ぐらいまでは単純に元宝目当てで課金する場合にはかなりお得なイベントになってます。はい、そして対抗棒、いや普通に並ぶのはめちゃくちゃ久しぶりですね。あ、確か超高名ちゃんの最新の雑貨屋なんかに並んでましたよね。ということは源義経なんかもこういう風に将来的には普通にガチャとして並んでくれたりするんですかね。ちょっと期待させられちゃいますが、羅針盤で出てきちゃったし、あくまで普通のガチャには並べてくれないのか。はい、とりあえずまあ対抗棒については、まあスキル1で敵2名に対して封印をつけに行くことができるんですが、まずこの封印が敵に知力値で勝っていないといけないということで、はい、まあこういう足止めキャラクターのポジションである準主力アタッカーだとか、まあお手軽要員としての登用は知力値勝負の部分があるので難しくなってくるのかなってことで、登用する場合はある程度の育成リソースを投げ込む必要があるキャラクターになってます。はい、その代わりこの封印に関してはミスっても付与できるということで、2次以上の封印キャラクターでミスっても封印を付与することができるキャラクターっていうのはこの対抗棒かオレンシっていうキャラクターだけで、はい、残影キャラクターだったりレベルなんかで負けていて避けられてしまっても封印をつけることができる珍しいキャラクターになってます。はい、足止め系で避けられてもつけられるっていうのは結構珍しいので、はい、そこを生かした戦い方なんかが考えられる人は面白いキャラクターかもしれませんね。はい、でさらにこのキャラクター知力値ベース防御無視攻撃も行っていくんですが、まあ威力としては現環境では全体的に見てやや低め、そして何よりなぜかこのキャラクターだけ知力値ベース防御無視攻撃にクリティカルが出た場合にそのクリティカル倍率が乗らないという嫌がらせが施されてます。これスキル文言の調整なんかのタイミングでこの部分が再度指摘に上がったりもしたんですが、まあ、そのタイミングでクリティカル絡めた攻撃できるようになるかなと思ったら、スキル文言の文の方からクリティカル可能っていう文字がさらっと消えるだけで、はい、運営さん気づいた上でクリティカルはやはり乗せない方針ということで、太鼓坊ちゃんちょっと嫌われちゃってますね。はい、でスキル2の方なんかは、はい、こちらの付与が全てのコンボがうまく決まった場合のダメージパーセントになるんですが、そのスキル2のダメージパーセントランキングにおいて、はい、未だに第5位というなかなか高い成績を収めているキャラクターになり、太鼓坊ってキャラクターパッシブの3で神技っていう特殊状態になれて、神技の単中は攻撃力が 1.5 倍になり、なおかつスキル2ではダメージ倍の条件、そして確定クリティカルの条件があり、はい、それらを全て乗せた場合にここまで火力が伸びていくと、はい、いうことで、まあ、めちゃくちゃ火力高くなるキャラクターなんですが、このキャラクターなんといってもこの火力帯でなおかつスキル2の攻撃中には無条件で 100% の確率で毎回攻撃するたびにバフ解除ができるというキャラクターで、6回攻撃キャラクターなんで、まあ、6個分バフを剥がしながら殴れるキャラクターということで、はい、同じような高火力帯のキャラクターでバフ剥がし連撃ができるキャラクターっていうのはなかなか存在しないんですね。はい、なんで援護や奮起、雷害、氷害なんかで守りを固めていたとしても、それを剥がしながら殴ってくるっていう意味では条件によってはここら辺のキャラクターより高ダメージを出せる可能性もあるということで、はい、実はなかなか恐ろしいキャラクターだったりするんですね。まあ、今 MR 環境に入ってしまったので、まあまず知力値勝負においてステータスの育成値基準が1段上に MR キャラクターになるので、まあ、ステータス勝負を仕掛ける2次キャラクターっていうのはやや立ち回りが厳しいのと、あとスキル2のバフ剥がしに関しても今生後バフに移り変わってきてるところなので、ここも生後バフ剥がしがないと強くは評価できなくなってきてしまう
しまっていますね。はい、ということで対抗棒に関しては MR 化にまた期待したいキャラクターということで、まあまあ基本的には見送りになるのかなっていうところですかね。はい、そして軍令来ますね。はい、軍令に関しては980円で2800元宝と100個の覚醒弾がゲットできるイベントになっており、さらに5時間高速戦闘券が6枚、2時間高速戦闘券が10枚と、はい、高速戦闘券もかなりもらえるんですが、はい、このイベント他の覚醒弾がもらえるいろいろなイベントがあるんですが、はい、それと比較した場合にダントツでトップの課金効率のイベントになっていて、まあ、覚醒弾を集める課金イベントの中ではトップの効率で覚醒弾を集められる課金イベントになってます。はい、また覚醒弾抜きに単純に元宝目当てで課金する場合でも、安定供給されている月ギフトやハッピーギフト、幸運ギフトなんかに次ぐ第4位の課金効率のイベントになっていて、まあ、覚醒弾関係なしに元宝が欲しい場合にもお得な課金イベントとなっているので、はい、放置少女内でもなかなか優秀な課金イベントとなってます。はい、そして一朝一夕大吉祭り、何これ。はい、ランダムで40から80パーの元宝獲得可能ってとこは今まで通り、イベント期間中は毎回必ず大吉が出現なるほど。あれ大吉って何パーセントからでしたっけ。 75% から。なるほど、購買率のおみくじが出るという、はい、絶対おみくじ仕様になってますね。もう40とか50が出ないってことですよね。あ、そうなってくるとますます今回の花の水引きで買うより一朝一夕のおみくじで買った方が大吉を出して、はい、その状態でこの5000元宝を買った方が初回2倍を使い終わってる場合にはお得になりそうですね。いや、いい遊び心ですね、運営さん。さあ、そしてラッキー割引たぬきイベントも早速また来てくれましたが、いや、これ前回からたぬきイベントアイテムラインナップが変わっていて、まあ、今まで通りの恋文ラキスター高速戦闘券覚醒弾訓練書宝石券千女育成弾に続いて、絆の水引き花の水引き参加券縁結びのお守りで、あとここに書いてありませんが招待券なんかもドロップするようになりました。はい、でこの追加された水引き関係参加券関係あとお守りに関してはどれも他の場所で課金して購入するより基本的にお得に購入できるイベントになっていて、はい、なかなか神イベントに昇格しているので、はい、詳細についてはこの動画の概要欄にこのラッキー割引を丸裸にしている動画のリンク貼っておきますので、はい、そちらを参考にしていただきながらチャレンジしていただければいいかなと思います。はい、そして起きた、ワルキューレ、あー、リボクですね。はい、ちょっと後で説明しますが、いろいろネタバレがあって、まあ、リボクが来るっていう噂あったんですが、本当にリボク来ましたね。はい、ホログラフィックゲームワルキューレにログイン、ワルキューレリボクは余裕を持って戦略を立てていますということで、はい、この前の王戦ちゃんと同じくバーチャル空間でのリボクちゃんの登場となります。はい、そして相変わらずこの花の水引きの条件としては変わらず、すでにリボクちゃんを持ってる人はガチャ回数そんなに回せないので、まあ、頑張っても花の水引きボーナスは10個分ぐらいしかもらえないような計算になっちゃいますね。はい、ここら辺は運営さんなんとかすでにリボクちゃんを持ってるリボクファンの人に優しいプレゼント仕様にしていただけないでしょうか。はい、何回でも伝えておきたいと思います。さあ、ということで見ていきますか。うわ、これはいい、あ、腹筋が。で、おそらく一番のアピールポイントが YouTube さん的に怪しいんで、一応片方一玉くんにしときますね。いや、なんとなくこの前かきみたいなこの前面を覆ってるシールドがシースルーでセクシーさも保ちながら硬い素材になってるようなところが実用面とキャラの魅力を引き立てる両面でめちゃくちゃ機能してて、いや、またイラスト発注の一人天才の方考えましたね。これはナイスな選択ですね。で、武器の全容が見えないんですが、なんかすごいことになってません？この尻尾みたいなやつがムチみたいな形状になってるんですかね。この白いのはマントか羽かっていう感じですよね。武器はこっちで、パッと見どういう装備なのかよくわかんない近未来感がありますね。リボクちゃんの方はオーセンちゃんと違って割と現実のリボクちゃんに近い納得できる見た目の違いになってますね。はい、このウサギちゃんもちょっとパワーアップしてますね。てかキツネになってるあ、そこポリシーなかったんだ。まあでもバーチャルの世界なんで、まあよくね、自分に似せようと思ったらその似せる素材がなくて、まあ一番近いものを選ぶみたいなね、アバター選ぶときあるあるみたいなのありますが、まあそんな感じでしょうがなくキツネにしちゃったんですかね。まあそう考えると可愛いですね。はい、後ろの方にもなんとなくね、放置少女の内少女ぐらいまでが映ってますが、まあおそらく王戦ちゃんに貫かれたんでしょう。一部崩壊してますが、はい、ちょっと明日背景も楽しみですね。さあ、ということでリボクちゃんのスキルに関してですが、はい、実はこれまた今ネタバレがされていて、はい、整合状態のヘルプ項目の中に生後雷害っていうのが前回のメンテ明けから追記されていて、まあ雷害と同じく防御力が増加しながら一定の確率で相手をめまい状態にさせるっていう機能があるんですが、はい、今回生後雷害になって会心攻撃された時ダメージが減少するということで、はい、これおそらくですがクリティカル防御無視連撃をするキャラクターが最近めちゃくちゃ多いので、まあそういったキャラクターに対する対抗策になってますね。まあ 50% 60% とさらにカットして雷害に援護のダメージカット機能をつけるような形になるんじゃないかなと、めちゃくちゃ
硬くなりますね。ていうか、運営さん、上泉信綱の雷害を今からでもこっちにしてあげてください。みんな多分文句言いませんから。はい、で、さらに罪悪状態の項目にも、罪悪めまいという、はい、めまいによる一旦の足止め機能と、めまい状態のキャラクターは回避値が減少するという、はい、余計防止を追加として入れてきました。で、これ、整合雷害の方には、めまいとしか書いてないので、はい、おそらくこの整合雷害機能には、罪悪めまいの機能はつかないのかなと。はい、まあこれは整合援護のとこ見てもらうと、はい、一定の確率で敵を罪悪流血にすると、明確に罪悪流血っていう書き方がされているので、まあもし罪悪めまいであれば、ここも明確に罪悪めまいというような書き方がされるはずなので、まあここで返すめまいに関してはオーソドックスな、まあ赤色のめまいなのかなと、はい、いうとこで、で、そうなってくると、この罪悪めまいっていうのが、まあ回避値減少できるんですが、そもそも回避が高い、例えば残影状態の相手に攻撃をミスったら、ほとんどのめまい付与キャラクターっていうのはミスった場合には、そもそもめまいをつけられないんですね。回避が得意な相手にはそもそも罪悪めまいがつけられない可能性があり、つけるチャンスとしては、もうこういった雷害の反撃のタイミングでつけるっていうのがベストかなって思うんですが、ここ記入ミスでもしかしたら罪悪めまいの可能性ありますが、ここできれば罪悪めまいの方が機能としては充実しそうな感じありますね。まあ、それか罪悪めまいの方はミスっても付与できるタイプのめまいに進化するのか、はい、ここもしミスっても付与できるタイプのめまいになり、しかもリボクにつくのであれば、まあ、今新しく解放された戦役ステージでネロなんかで罪悪封印かけているところを罪悪めまいなんかでなんとか裁くコンボなんかもできるキャラクターが出てくるかもしれませんね。はい、ここミスってもつけられるかどうか明日要チェックしたいと思います。はい、そんな中でリボクのスキルとしては、スキル1が6名に対して範囲攻撃を行った後、自身が4ターンの雷害状態になって、まあ、防御力が 160% 増加するという雷害キャラクターの中で、まあ、一番硬い雷害を自身にまとうことができる、はい、超防御力が上がるキャラクターっていう特徴があり、スキル2の方は HP が低い敵一体に対して先パーの攻撃していくんですが、まあ、雷害のカウンターでめまいが敵についていればダメージが倍になったり、自身についているバフの量が多ければ多いごとに、このスキル2の追加発動が、まあ、最大で3回まで行われるということで、まあ、8000パーのダメージまで最大で狙っていくことができるキャラクターで、その当時意外と火力が出るキャラクターだったんですが、まあ、現在は2万パー超え3万パー超えのキャラクターなんかがスキル2の高火力キャラクターではいるので、まあ、バフを集める条件もなかなか難しいし、コンボ達成難易度、そして火力としてなかなか大変なキャラクターだったんですが、ここが MR 化してどうなるか、はい、というところなんですが、まあ、スキル2のめまいを使ったダメージ倍と、まあ、今ヘルプで見た罪悪めまいどう絡めるかっていうところがめちゃくちゃ難しいですね。だって普通に雷害でめまい飛ばしますからね。その上で別途罪悪めまいをどっかのタイミングで使うとなると、まあ、スキル1で6名にめまいばらまいてしまったら、スキル2来る前にめまいが一旦だったら溶けてしまうので、まあ、つけるとしたらスキル2でつけるかなって思うんですが、そうすると1名だけにめまいっていうちょっとねしょぼい感じになっちゃうんで、はい、決めました。はい、今回のテケテケスキル予想としては、まあ、まずはスキル1の雷害が整合雷害になって、でさらにスキル1の6名攻撃に2ターンの罪悪めまい機能がつくと予想したいと思います。めちゃくちゃいかついけど、で多分ミスったら付与できないタイプの罪悪めまいになるかなと。はい、本来ね待ち構えるタイプの雷害と複数ターン数のめまいみたいなものは相性悪いんですが、リボクの場合は4ターンの雷害状態になれるので、まあ、めまいが解けた後も雷害でまた足止めできるみたいな感じで、めちゃくちゃ厄介な足止めキャラクターになってくれるんじゃないかなと予想したいと思います。はい、ということで、また明日ガチャに並んだら投与して挙動確認したいと思いますので、はい、チャンネル登録して通知をオンにしていただければ最新の情報がすぐ届くようになりますので、通知のオンまでよろしくお願いいたします。はい、あとテケテケ遊びチャンネルでは、ライブ配信に対するスーパーチャットではなくて、動画に対する投げ銭機能であるスーパーサンクスを実装しておりますので、いただいた投げ銭は主に覚醒弾だったり、まあ、この分析動画なんかの検証費用に使わせていただく予定ですので、はい、テケテケの活動を応援してくださる方もしいらっしゃいましたら、スーパーサンクスいつでもお待ちしてますので、こちらもよろしくお願いいたします。 YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。